はい、B です。配色係の受刑者が食器の蓋のペンキの色で A と B を区別して各房に配る。はい、B です。はい、B。はい、B。立ち仕事の人が赤の A で、座り仕事の人が青の B だ。A 当食の方が飯の量が多いのだった。はい、A です。はい、B。A だよ。A。はい、A。ここ北海道の日高刑務所では朝食は午前7時。5匹は喜んで餌にありつくのだった。米七に麦三のご飯、玉ねぎと切り麩の味噌汁にマグロフレークと金時豆の佃煮。しかしまあ毎日毎日忘れもせず飯をくれるもんだよな。まったく悪事を働いたのにこんないい生活っていいのかな。こんなんじゃ張り合いがありゃしね。ああ、しかしこのうまい麦飯だけは食わずにいられん。金時豆、甘いからビューだね。ああ、甘納豆洗面器いっぱい食いたし。午後4時40分、夕方の点検は扉を開けて行われる。303室番号128番224番134番142番。よし、お疲れ様です。はい、ご苦労さん。303室5名よし。それが済むと午後4時50分すぐ配食が始まるのだった。はい、次、春雨スープ、春雨スープ。お、今夜の春雨ビューだよ、ビューだよ、ほら。お、すっげえ。お、春雨が山盛りだ。お、これあたり、でっかい肉が入ったよ。お、ビューだよ、ビューだよ。あ、すげえ。正月が来るといいな。うん、まいもんがたらふく食えて。羊羹が出るって本当かい？出るよ。去年は甘酒とマグロの刺身が出たけど、今年出なかったの。大晦日の夕食はおせち料理が出るぞ。エビフライ、チキンフライ、鮭切り身焼き、羊羹一本の半分、鯛練り、卵焼き、ニシン昆布巻き、漬物、ヒレカツ、白米ピラフ、春雨スープ、みかん袋菓子、盛りそば。ここに来て生まれて初めて年越しそば食ったな。豚肉とさやえんどうと丸餅2個の入った雑煮、酒缶、磨きにしん。餅も食い出があってうまかったぞ。おせち料理も食って苦しいと思ったらすぐ昼になってな。お袋に月に茶碗蒸し奈良漬け、白米パインジュース、いいな。白米、シューマイ、アジフライ、リンゴと馬に、食って食ってもう何も思い残すことはねえと感じるよな。白米、桜エビ、佃煮、コウナゴ佃煮、サンマ缶、ネギと卵の味噌汁。コウナゴと桜エビは甘くてな、口の中の甘さが消えねえうちにもう昼になって、また甘い菓子が出てよ。袋菓子羊羹、なます大根人参、卵豆腐、きんとん、牛丼、オムレツ、安倍川餅、牛肉の大和煮、フルーツサラダ、白米、マグロフレーク缶、赤貝の佃煮、おふの味噌汁、エビチリ、イカ缶、中華丼、ヤクルトミルミル、いい、白米、とんかつ、なめこ汁、フルーツヨーグルト。もう体中が甘くなってな、これ以上は食えねえと思っても死ぬ気で食うんだよ。俺なんか正月3日で4キロは増えたべ。いいなあ。もうちょっとの辛抱だな。本日の夕食、さつまいも、豚肉、
人参、ナルト巻きの入った甘蔗の煮付けと厚焼き卵、豚汁。豚汁はいろいろな具が入っていて二重丸。うわ、どうだいあれ。具合悪くなんな、あんまり食いたくて。天使のお目当て。今日はパンが食える。みんな指折り数えてこの日を待っていた。嬉しい日だ。パン食は毎月6回昼に支給される。その中でも今日のパン食は6回の中でも特に待ち焦がれていた最高のものなのだ。食堂全体に満ちているフルーツの甘い香り、ギトギト光るマーガリンや小倉小豆の上を妖精が華麗に舞っている。喫食始め。いただきます。マーガリン、さいの目に切ったリンゴが入ったフルーツに甘い甘い小倉小豆。マーガリンと小豆を混ぜるとまた味がひとしお増すというものもいる。ガキの頃生まれて初めて食った生クリームパンよりも、学校帰りに食った揚げたてコロッケよりも、何百倍も何千倍もうまいのだった。しかしなぜこんなものがこれほどうまいんだ。うわ、うまい。醤油がぴったりあってものすごくうまい。今日は免業日。土曜日日曜日祝祭日は工場作業が休みになるのだった。免業日は平日より1時間遅い7時40分に起床して一日が始まる。朝の点検も1時間遅い。日給者集会だね今日。いいなあ。映画なんだ。キッズリターン、たけしの映画だよ。いいなあ。今回も歌詞はアルフォートかな。ビスケットにチョコレートがついててね。ああチョコが吹いて。お菓子靴下の中入れて持ってきてよ。そんなことしてバレたら即懲罰房行きだべ。朝食が済むと免業日はゆったりする。163番米村集会。はい。あ、来た。いいなあ。いいなあ。いいなあ。さて、アマシャに食ってくるべえか。二級者は毎月1回、三級は1ヶ月おきに集会があった。集会では菓子を食べ、缶入り飲料を飲みながら映画を見るのだった。
つ。どうだった？どうだった？どうだった？よかったよ。歌詞は何だった？アルフォート。やっぱりな。いいな。まだ口の中に甘い余韻が。いいな。いいな。飲み物は何だった？コーラ。いいなぁ、いいなぁ。お茶お茶。